こんにちは、工具屋てっちゃんです。今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますはこちら、スナップオンの渋市じゃないよビットラチェットです。はい、見えます？はい、ビットラです。ビットラチェットですね。はい、ポイントをですね3つにまとめました。まず1つ目ですね、渋市のラチェットと同じ大きさでビットということですね。はい、普段ね、このラチェットを使っている方でね、ビットをそのまま使いたいなという方のために、あるビットラチェットですね。はい、ポイント1つ目は渋市のラチェットと同じだけどビットと、直接ビットが付けれるということですね。はい、ポイント2つ目ですね、4分の1の、ね、ラチェットと同じですから、もちろんギアの枚数は72ギアですね。非常に細やかなね、いい音色でございます。はい、ポイント2つ目、72ギアということですね。はい、それと3つ目です、まあ、4分の1のラチェットにビットが直接つけれますんで、ここがねコンパクトになるということです。まあ、普段は4分の1のラチェットにビットをつけようとすると、このようなねビットアダプターが必要になりますよね。ビットアダプター分長くなりますけども、直接ビットをつけれるようになってますんで、はい、これだけね、コンパクトにできるということですね。3つ目のポイントはコンパクトと背が低いということですね。まあ、世の中にはビット専用ラチェットでもっとね、頭の低いのもありますけれども、スナップオンのラチェットヘッドと同じで、低くビットが使えるというのがですね、3つ目のポイントになります。はい、スナップオンの4分の1のラチェットをこよなく愛する方、そこでビットをつけたいなという方にぜひ、ね、お使いいただきたいスナップオンのビットラチェットです。こちらの商品ですね、ファクトリーや各店と通信販売で購入できますけども、常に在庫がある商品ではないので、取り寄せ対応になる場合もあります。その時は、お気軽にスタッフにお申し付けください。ということで、今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますはスナップオンの4分の1ヘッドのビットラチェットでした。